どうも、不動産屋の店長です、えー。速報になります。2024年10月23日付のですね、厚生取引委員会から発表されたニュースになってます、えー。このニュースを拝見して、すぐにですね、ちょっと個人的に気になった内容だったので、えー、ニュース内容をまとめて、今日動画にしている経緯となっております、えー。まずですね、こちらの勧告された会社についてが、 ナイス株式会社ということで、まあ、私がいる実は神奈川県ですね。えー、この会社については横浜市の鶴見区というところを本店所在室としている、いわゆるですね、建築資材とかをですね、あの主として不動産関係を行っているグループ会社になっております。で、今回ですね、この厚生取引委員会の方から、まあ何をですね、勧告されたかというと、いわゆるですね、下請けに対する代金支払い、 遅延等における防止法。この部分において勧告をされたということでした。はい。でですね、私も実はですね、こういった厚生取引委員会のですね、サイトって、まじまじと見たことがなかったので、今回の内容を改めて拝見したときに、こんなですね、えっと、素敵な分かりやすい資料なども作っていたんですね。はい。で、この資料をもとにですね、少し、えー、今回の件についてお話ししていきたいとは思っているんですが、 あ、ちなみにこのナイスグループですね、あの本当にいろいろな事業を行っておりますので、よかったら、あの、ちょうど調べてみてください。はい。で、過去にもですね、あの、正直に言うと、まあ、ま、粉飾決算等でですね、あの、少しですね、あの、厳しい対応をしていた経緯などもありますので、えー、まあ、そういった経緯もある会社だぐらいは覚えていただいても良いんではないかなというふうに思います。 でですね、まあ、いわゆる自社が販売する製造を受け負う建築資材の、まあ、製造委託をですね、下請け業者の方に行っていたと。はい。でですね、この建築資材等についてが、いわゆるプライベートブランドですね、こちらの方をですね、一部行っている会社様になっておりまして、おそらくですね、こういったところの加工とかをですね、そういった下請け業者の方にお願いをしていたんではないかなという見解になっています。考察ですね。 で、今回ですね、その下請け事業者34名に対して、まあ、下請け代金というところの額から、はい。いわゆる、本来、えー、まあ、契約の下でで押しいされるところの下請け代金ですよ。はい。そこから、なんとですね、約2320万円を減額されていたという経緯になってます。はい。で、その減額された、いわゆる名目、内訳については、まあ、仕入れ割引という名称であったり、 リベートという名称でですね、あの、これぐらいの額というのを約34名の方から減額をしていた。減額をしていたというところは、つまり、会社に利益をですね、もたらしたっていうところの結果にもなっております。はい。でですね、このニュースについては、もうすでにですね、えっと、下請け事業者に対しては、減額した金額については、全額支払い済みということで、まあ、いわゆる解決はもうしている案件にはなっております。 はい。ただし、ということで、まあ、こういった下請け法であったり、あの、私の動画で多分話す予定はなかったんですが、実は11月からフリーランスの改正法というものも決まっております。はい。その点踏まえた上で、よりですね、えー、こういった、あの、下請けであったり、孫、ま、請、あ、けと言われているところの業者様に、あの、間違いなくですね、こういった料金の明確化をしなければいけない、 あの、そういったですね、いわゆる禁止行為っていうのをしっかり取り締まらなければいけない。そういった仕組みっていうのは今後よりですね、強くなっていくんではないかなというふうに思います。はいまあ、いわゆるこういう紛失とかですね、まあ、してややっぱりこう国に対してですね、まあ、税金を逃れられるような仕組みを作る会社っていうのは、あの、やはりまあ良くないとは思いますし。 はい。まあ今回のこの下請けとは全く違うんですが、まあ企業によっては、例えばセクハラ、パワハラ、等ですね。こういったところをですね、やっぱりなかなか言いづらくて、あの会社の中でストレスを抱えてしまっているという従業員もおそらく一定数いるかと思います。メンタルヘルスという言葉についても一時期流行っていますし、今でもですね、そういったところで苦しんでいる方というのもいらっしゃるかと思います。はい なのでですね、あの、そういった点を踏まえた上で、もし、あの、まあ、言いづらい部分も多いかとは思うのですが、何かお困り事があったというところなのであれば、あの、厚生取引委員会でですね、あの、これ相談とかの窓口しっかり設けているところになりますので、ぜひ、ま、気軽にですね、まずは相談してみて、自分自身の今の立場、あの、要は不利益になってないかというところを確認するというのは一つかなというふうに思います。 今日は速報ということで動画を上げさせていただきました。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。